せーの、オッハー、花見です。マイです。セダです。3人合わせてイーソンカッツです。マイナス2。今回の企画はロサンゼルス大爆買いツアー。イエーイ。今回は、5日目丸一日何もすることがないというかオフの日だったので、みんなでお買い物しに行きました。コースはここか、ダウンタウン、あ、ここ私たちの、お家、ホテル、空港の近く、この辺から、こっちダウンタウンに行って、この辺シルバーレイクに行って、この後メルローズ行って、メルローズ買ってちょっとだけ歩いて、その後、ベニスビーチ行って、終了。あ、で、最後、空港の近くのトレーダージョーズ行って終了っていう感じでした。はい。ダウンタウンからやります。はい。ダウンタウンで行ったお店は、この、フラワーディストリクトギフトショップというショップ、セレクトショップで、なんかアキラっていう日本のサングラスのブランドのオーナーが作ってるみたいな感じのショップが、なんか限定の商品出してたから、この T シャツ買ったのと、これいくらだっけ ?35 ドル。35ドル。あと、これいくらだったっけ？これ50ドルだ。50ドル。これ高くない？ 50 ドル。50ドルって言ったら。謎に50ドルする。8000とか？するカバン。買いました。でもここ可愛かったね。可愛かったよね。うん、めちゃ可愛。って感じ。あとなんかこのショッパーがめっちゃ可愛くて。あ、わかる。あ、これアキラのやつなんだ。その、サングラスのブランドの名前のショッパーをめっちゃなんか紙袋だけどしっかりしてるよみたいな。あとシルバーレイク行ったけど、シルバーレイク、あ、これだ、アンダーフィーテッドで、これすごくて、ナイキのジェネラルパーパスっていう、あの靴のブランドの種類があって、日本のスニーカーズだと抽選だったの。抽選応募ってやつで、もう本当に当たんないよみたいな。あ、すごい、それお姉ちゃんついてんだね。感じのやつで、で、これ、トムサックスっていう人のコラボ。ジェネラルパーパスのトムサックスコラボだから超高くなってるやつが、奇跡的にサイズがあったし、すごい。なんかこれ定価多分1万2000くらいのやつで、まあ当たんなかったから、転売から買っても、うんって思ってたやつ、が、1万7000円くらい日本円で。へぇー。だから、まあ、いいでしょう。めっちゃ可愛いから、丁寧に。それ可愛い。そうなの。すごく可愛いの。めっちゃ可愛いな、もう。可愛い。しかも、ここにちゃんトムサックスって書いてあるし、後ろも可愛い。から、これは丁寧に持って帰る。はい。メルローズ。メルローズ。靴買いましたね。一緒に。そうだね、マイコ。みんなお揃い。みんなお揃いなんですけど、こちらの靴です。コンバースです。はーい。約2万円ですね。かわいい。かわいいね。これは結構ガチかわいいやつ。てかみんなで色違いだ。すごい。最高。私は黒を買いました。本当はベージュが欲しかったけど、サイズがあんまりないからみんな注意。マジかわいい。セーターのやつも欲しかった。うん、でもこれはサイズないね。これは白です。かわいい。これはかわいい。マジ一年中いける感じです。あ、そっか、ベニスビーチでマッスルミュージアムのところで買い物して、あとトレーダージョーズ最後に。私はこれですね。私は買ったのはグミ2つ。え、それいくらグミ？え、でもドリンク250円。これはやっぱそんなに高くなくて。高くない。私買ったのはこのコーヒー粉っていうか、何、ちゃんとこう引かなきゃいけないやつだけど、豆じゃない。このコーヒー2つ、このこっちはすごい美味しいらしくて、もともと見てたから買いたかったやつで、これはなんか安いから、お金最後に使おうと思って端数合わせで買った。うん、謎の。これはなんか CA の友達から死ぬほどおすすめされて、食べたら超美味しかった、シナモンアップルの。へー。そうだ、これめなんか個包装になってるから、お土産ダイエット友達にあげようかなっていう感じ。限定でパンプキン味があったから、これ美味しいか知らないけど一応買ってみたって感じで。あとこれグルテンフリーのパンケーキミックスがあって、これも美味しいか分かんないけど、最近朝ごはんにパンケーキ作ってるからちょっと食べてみようかなっていう感じです。良きですね。あとこれだ、謎のこの袋、適当にあったから買った。以上。